いやこのブルボツリーがなかなかに便利すぎて、もはやこの第一潜り基地にいる時にもう食材を集める必要はなくなったという最高の環境が今構築されております。ブルボツリー最強か？これがあればもう全て事足りる。こんなベンダーなんていらなかったね。んで、まあちょっと今日は何をしようかなと悩んでるとこなんですよ。というのもいくつかあって、まずこれだね。提示された出がし号の居住地、ここに行けるっていうのと、あとね、レーザーカッターが作れるんですよ。これもね、作れるね。ケイブサルファーがちょっと怪しいけど、これも作れると思うので、これでしょ？で、あと通信も来てるんだよ。で、これをどういう風に進めようかなっていうのにちょっと迷うんだけど、まあ先ちょっと通信聞くか。しょうがないからね。まあこれなんか勝手に行っちゃった場所にダブってまた行けってなる可能性もあるので、一応聞いときます。はい。何ですか、今度は。はい。ダッシュポット7。ファブリケーターが壊れた。Signal coordinates corrupted. はい。Approximate transmission origin recorded to data bank. はいよ。オーロラ号船尾部の南西約1キロ。まあ一応言っとくか。もう全然大した収穫がなければカットよ。お、サイクロプスの残骸。お？カンバシの残骸？こんなのもあるのね。あ、サイクロプスってこれだけじゃ完成しないんだ。他のものも積んで初めてなんだね。なるほどね。まあまだまだ先のことだけどね。おお、なんまあ、またこういうの、またこういうのよくないって。ちょっと待ってな、どうすんの。わ かんないんだよ。出られない。これ出ちゃダメでしょ。ちょっと待って、どうすりゃいいの。ええー、ちょ 壊れたー。しば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 
あれ、嘘やろ。俺のサッチモスが、ちょっと待って、これ回収できんの？ちょっと待って、あいつら出てこないよな。嘘だよな。嘘だろ。俺のサッチモスが行っちまった。うわぁ。うわぁ、ちょっと待って、それ良くない。良くない。ちょっと待って、ゲームオーバー。なに、やだ。あっぶねえ。あっぶねえ、なんだよ、あれ。怖っ。やーば。もう俺のサッチモスがいなくなっちまった。うっそー、もう結構安泰だと思ってたのにこれかよ。やられた。ちょっと一回帰るわ。もう知らない。ひどすぎる。いやー、だからさ、ここはカットするって思った場所は俺黙ってるんだって。急に来られても反応しづらいんだよ。びっくりした。HP76 にまで減っちゃったな。いや、絶対あっちの脱出スポット調べたって大したことないよ。こっちの方にあるんだろうけどさ、あっちの船尾に行ってから、
で、そっから進もうと思ったんだよ。このダスポット7ね。ここから行くみたいなんだけど、ほら、オーロラ号、船尾の南西約1キロ。だから船尾スタートで進もうと思ったんだよ。そしたらサッチも壊されたよ。なんであれ？なんであいつマジで？ もうあれだけで取れ高じゃねえかよ。よし、ここだな。まったくよ。思いがけないところで取れ高は困るぞ。本当に。喋る、なんていうの、心構えができてないんだよね、こっちには。そういう時に来られても困るんだわ。OK、シーモスもう一回作ります。頼むよ。今度はもう丈夫な、もうガッチガチのシーモスにしてくれよ。俺は噛むけどよ。噛まれても大丈夫なようにしてくれよ。OK。シーモス2だ。2代目だ。ちょっと、もうちょいいじくり回さないと愛着わかんわ。なんだよな。改良したのにな。やられたよ。一回また戻ります。おい。ムーンプールに来て、ここで、ちょっと改造しましょうかね。じゃあ、はい。名前はサチウス。サチウス号で。日本語でいきます、今回は。これなんかまたすぐ壊されそうだな、この名前にしたら。サチウス号。なんかダサ。 なんかダサいな。ちょっと待って。カタカナで。サチウス号です。はい。2号機ですね。もう壊れないでほしいわ。で、振動モジュールだけつけて、本当は、外殻強化もしたいんだけど、ダイヤモンド4もないから、とりあえず振動モジュールだけで。いやー、怖かった。もうやだなー、ああいう感じの。バーンって、ホラー対戦あってもさ、バーンって来られたらどうしようもないよね。あれに抗える人間いるん？まあ、とりあえず、これだけ、はい。あとはもういいです。おし、行くぞ、サチウス号。あんまり端に行かない方がいいってことだな。OK、学んだ。だから、オーロラ号がもう結構マップの端ってことなんだよな、おそらく。そういうことを表してるんだと思う。外に出るなと。この前と同じような感じだな。わかったよ。だったら、こっちの南西方面か。だから北東方面に合うくらいまで、北東方面にオーロラ号が見える位置にまでまず調整して、ちょっとこのくらいにしとく。あんまりこっち行くとまた出てくるからな、やつ。ちょうど北東向きで、船尾が、オーロラ号の船尾が見えるから、ここから南東の方に、南西の方に向いて進めば、通信の場所が見れると。なんだよ、これこんな長丁場になると思ってなかったよ、俺。おお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 お
これは探索せずにはいられないな。あれ、脱出スポットなら、今日行けんのか、これ。ちょっと、これは入らずにはいられない。ちょっと探索しましょう。どこから入るんだ、これ。これ入れんのか？あ、入れた。わあ、平行感覚来る。酔いそう。基本的にゲーム一人称視点で酔うことはないのだけれども、ちょっとあんまりうかうか喋ってると酸素切れ起きそうなので、ちょっと、なるべく黙ってやります。死にたくない。ここぐらいかな、この、焼き切るってところだけが、おっと、もうやだ。はい。はい。知りません。ちょっとやめてください。ほっといてください、もう。もういいです。もうやだ。もう帰る。もうどこだよ、サチュース。あぶねえ。もうやだ。びっくりさせんなって、もう。あ、ま、なんかいる。あ、これ、
これワーパーがいるな。やだ、もうやだ。あ、ここは去ります。はい、ぶつかります。はあ、バビった。なんだっけ、あ、南西方向なんだよ。誰だよ。普通に話しかけられたわ。お前誰とか言ってたけど、自分から名乗るんじゃないのか、そういう時は。この星ではそういう教育はなってないのか。ちょっと戻ってきまして、なかなかに見つからないのでビーコンを1個作って、これを活用して見つけてみようかなと思います。あっちのお尻のところにビーコンを置いて、でそこを起点に、脱出スポット7を探すって感じ。いや、でもあそこに行くとまた出てきたりしたら嫌なんだけどな。それが怖い。あんまり近づきすぎるとやばいから。あれは何なん、あれもリヴァイアさんなのかな。ちょっと程よい浅さ、程よい距離感、ここら辺。あ、ちち、うわぁ、マジかよ。あの野郎普通にいるのかよ。こんな浅い場所に出てくんのかよ。わかったよ、じゃあここに出すわ。ここでビーコンを、落とすでいいのかな。で、怖い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 、ちょ、怖ー。これでビーコン反応するかな。ビーコンをこれか、赤にして、でちょっと名称を、はい、オーロラ号のお尻にして、これで OK。 ビーコン、オーロラ号のお尻が出たので、これで距離感を測れるはずだ。どこだ、これだね。離れれば赤く出るから、あそこから約 1000m、 1キロ南東に離れればいいはずなんだけどね。全然見つからんのよな。南西か。これはなんだ、タイムカプセル、なんだなんだなんだ、開く、なんだこれ。お、タイムカプセルを取りました。ちょっと見てみる。なんで英語。すごい、なんか生き延びているであろう人からのタイムカプセル。緊急、緊急ロケットも作ったとかも書いてあるし、この人脱出したのかな。これプレイヤーってことはないよね。いつかは私たちは会えるだろうって書いてあるから。で、なんかいろいろもらって、サバイバルナイフとか、なんか結構余計なものがポコポコ入っただけだったけど。何なんだろう、このタイムカプセルって。英語で書いてあるところに何か意味ありげなものを感じる。多分和訳し忘れてるよね。シンプルにそれだけのことだと思うんだけど。何なんだろう、今のは。あった!やっと見つけたよ。探したよ、本当に。まずちょっと周りを見ようか。いやー、無言の時間長かった。どのくらい探したかな ?30 分くらい探したかも。こんな地味な感じなのね。いやー、こんなに光も発さないと、さすがに見つからんわ。まあ、周りにはちょっと何もなさそうなので、入ってみるか。これで収穫薄かったら怒るよ。さすがにそんなことないよね。まさか動画1本分使うとは思わなかった。おもちゃの車?インベントリが満パン?おもちゃの車で俺のインベントリを食えと。マジだ。とりあえずじゃあ水を飲んで、4つ開けろって感じかな。まあ、チタニウム投げといて、はい、おもちゃの車。なぜ?な、設計図だけくれればいいものを。ファブリケーターが壊れてる。あ、はいはいはい。そう言ってたもんね。はい、PDF。気が向いたら読みます。なんだよ、これ。誰だよ、これ。くそ。いちいち
こんなものを取るために俺はこんな苦労をしたのか。変な人形。なんだよこいつ。これ設計者とかじゃないの？設計者。いや、このゲームの作った人の誰かとかなんじゃないの？もしかして。これだけ？はい。で、円筒形フラスコに、これは取れる？これは違うのか。これだけか。なんてものを作ってたんだ。暇人か？遊んでたのかな？これ違う？これ違うね。ペンとか落ちてるけど関係ないんだね。装飾品にしては設計図はちょっと薄かったしな。ほい、戻ってきた。何だったんだ今日の収穫は結局。円筒形フラスコ。装飾品だよな。じゃあこっちの実務的な部屋に。はいはい。なんやねんこれだけじゃあこれもそういうこと？この帽子とかこれも置いとくだけ？はい、帽子置いときましたなんなん。はい、おもちゃの車置いてなんなんだよ。はい、うるせえ。なんだこれ俺こんなもののために死にかけたのか。釈然としねえ